なんとも、このラジオ知らんと、時刻は13時を回りました。なんとも、このラジオの知らんとのお時間です。MC は愛知県在住 FM ぎのわんのリスナーとしても FM ぎのわんの番組に参加しています。なんとです。そして、ミキさんは、毎度おなじみ、アキラさんです。はい、キラキラアキラです。よろしくお願いします。このお願番いし組まは、す。この番組は、宜野湾ヒルズ通り、FM 宜野湾の放送局と、愛知を Zoom で配信をして、この後1時半まで放送します。最後まで皆さん、お付き合いよろしくお願いします。皆さん、こんにちは。ラントです。最近、私はですね、この番組のオープニングでもかかっている BTS のダイナマイトのプロモーションビデオのレゴを作りました。レゴで実すはか？はい。これなんですけど、おお。ですごい。ね、作ったものを皆さんにお見せしようと思ったんですけど、実は以前、レゴブロックを作った瞬間に落として壊したという経験があるので、ちょっと飾ってある棚からあまり動かしたくないので、箱だけなんですけど、このように、ここにメンバー、BTS のメンバーが全員いて、あとこれ、ドーナツ屋さんとかレコード屋さんがついてるのを、4日かけて作りました。は4日間もかかるんですね、ラントさん。い。これですね、実は749ピース中に全部ありまして、これ、対象年齢が18歳以上のちょっとアダルトの皆さんがやれるブロックで、ダイナマイトが爆発的な大ヒットをした時に発売されたレゴで欲しかったので、こっちを買って作りました。結構、最近レゴ作りにはまってるので、これも簡単で1日1パーツずつとか作って4日間かかったんですけど、これ作りました。また皆さんに実物を見せたいと思います。はい、以上、オープニングトークでした。はい、ありがとうございます。この番組では皆様からメッセージを募集しています。メールアドレスは、lanto.radio@gmail.com。ラントの綴りは、ranto ラジオの綴りは radio@gmail.com です。この番組の専用メールアドレスになっています。またこの番組は YouTube でもネット配信の方をしています。FM ぎのわんのホームページから YouTube を見ることができますので、そちらもお楽しみください。また、サイマル放送も行っております。スマートフォンで聞く場合は、アプリリツラジかマイチューナーラジオをダウンロードしていただいたら、いつでもこのラジオを楽しむことができます。皆様のご視聴しやすい環境に合わせて番組に参加してください。それでは、ここで一曲をお届けいたします。沖縄大好きさんからのリクエスト、ラブライブミューズサードシングル、夏色笑顔でワンツージャンプです。どうぞ。
お届けした曲はラブライブミューズサードシングルより夏色笑顔でワンツージャンプでした。次はこのコーナー行きましょう。ラントーク。はい、はい、はい。今週のテーマはこの夏にしたいことは何ですかです。メールを届いています。はい、メール、あ、ちょっと待ってくださいね。メール、はい、行きましょう。これは間違えた。はい、沖縄大好きさんからいただきました。沖縄大好きさん、はい、ありがとうございます。はい、はい、海に行ったり祭りやフェスを楽しんだりしたいです。祭りで言えばエイサーを見たいです。特に浮かんだのは1万人エイサー隊。僕も子供の頃に創作エイサー団体に所属していたことがあり参加したのですが、暑かったですがすごく楽しかった思い出があります。あと夏のうちにもう少し痩せたいですということです。へえ、はい、沖縄大好きさん、なかなかいつも、ねね、メールをいただいてありがとうございます。ありがとうございます。夏、はい、さん、沖縄大好きさん知ってますか？はい、あのこの前アキラさんの番組で、うん、沖縄大好きさんを配信で一度お見かけしたことはあって、時々あのリスナー同士なので、うん、私も沖縄大好きさんも FM ゲルマンさんも、はい、時々絡んだりさせていただいたことがあるんで、お名前も存じ上げてますし、あのリアルな沖縄大好きさんも見たことあります。じゃあ、あのスーパー名号さんの回を見てらしたんですね。あ、そうですね。沖縄大好きさんも私も、はい、あのリミテッドカンパニーっていう、うん、あの初代のリュウオベアの知念慎吾さんと、はい、2代目からの尾長大輔さんと、あと竜神話をやっていた末吉浩二さんが、こと
去年1年間、今年までですね、アイドル活動をしていたんですね。それがリミテッドカンパニーというアイドルグループだったんですけど、それを一緒に応援してた社員の一員だったんですね。沖縄大好きさんも私も。なので、ちょっと同じ趣味で合うかなって思う。いや、なんか一気に2人の距離感が分かりました。めはい。ちゃめちゃいいっすね。そういう共通のなんか趣味とかってやっぱなんか話しやすくなりますよね。そうですね。で、私の地元、愛知県の東海市はですね、沖縄市と姉妹都市提携が結んであるので、毎年、7月の21日、今年は7月の21日に、沖縄フェスタというのがあるんですね。それで、沖縄の団体さんのエイサーだったり、愛知で活躍してる沖縄のエイサー団体さんが、うちの地元の駅のところで踊ったりするんですね。なので、エイサーは身近に感じられる踊りの一つじゃないかなって、沖縄に行かなくてもって思います。わ、すごい。そこにはじゃあ沖縄の県人会みたいのがあるってことですか、なんとさん。はないと思うんですけど、愛知でもエイサー団体っていうのが何個かあるらしいので、それはすごい。コラボとかしたらもう最高ですね。やってみたいでそうすですね。ね。今年も7月の21日にあるので、沖縄フェスタ。去年はですね、その沖縄フェスタでですね、ミラクルシティ講座、平監督の、あれをですね、見ました、自分。わあ、すごい。平監督、もう本当に沖縄市の、まあ、もはやもうスーパースターと言っても過言ではない、本当に映画のね。で、そう琉ですね。球トラウマナイトとか、本当にドラマとかも手掛けてて、今、すごい勢いのある監督です。かっこいいですよね。かっこいいですね。毎回、ね、ランツさん、本当に沖縄来た際には、その平監督がベロンベロンに酔うバーがあって そこのディープなとそうころ、ですそうね。そうそう、行ったら必ずそこでなんかぐでんぐでんになっちゃって、でもそれだけ楽しい夜を醸し出すコザの街、ぜひまた遊びに来ていただけたらなと思います。でですね、平監督の弟さんはですね、実は闘牛戦士ワイドに出てるんですよ。役的には、後ろからやぶいをかけてるガイ先生。天眼ガイで出てる。そうですね、そそれれこが、そ、私みたいです。そうなんですよ。あれ、ランさん、声の方大丈夫ですか？聞こえてますか？大丈夫です。あ、大オッケー丈夫です、でオッケーです。よかった、よかった。すごい変なとこでつながるな、また。す。そうですね。はい。なので、エイサーは私も見に行きたいと思っているので、はい。また、沖縄だったり、いろんなところでエイサーを見てみたいと思います。ちなみにですね、愛知の夏の風物詩はですね、日本ど真ん中祭りという、ソーラン節、北海道とかでもある、ああいう踊りのお祭りが、毎年またこれも夏にあるので、名古屋は名古屋でエイサーみたいな、沖縄のエイサーみたいな感じの踊りがあるので、すごい、夏夏のは、風物詩みたいな。はい、そうですね。いいっす。もともとアイヌ、北の方から来てる踊りですか、ランツさん。そうですね。よさこいソーラン節みたいなのをやるみたいな。夏の愛知も風物詩なので、その期間だけ道が歩行者天国になって道路で踊ったりとか。すごい。はい。なので、この夏は見に行きたいと思います。エイサーも。ポイントとしては、ラントさん、そのエイサーで、まあ、指笛とか、なんか、風物詩じゃないですけど、エイサーとセットみたいな感じなんですが、指笛。あと、カチャーシー。してますか？カチャーシー、ラントさん。お祝いとかで沖縄の人が最後に踊るやつですああ、か？そうです、そうです。踊る。あれはね、幸せとか喜びを全部かき混ぜるって意味で、混ぜる仕草を上でやるんです。それを、そう、カチャースって言うんですけど、で、それを踊りでカチャーシーって呼ばれてるんですけど、楽しむために、それをちょっと覚えとくと、ランさん。
なんかエイサーになんか参加してる気がして、すごいいいと思います、カチャーシー。みんなではい。踊りたいと思います、カチャーぜひシーぜに。ひ、ぜひぜひ。はい。じゃあ次はですね、はい。この方のメールを読んでみたいと思いまはい、す。どうぞ。毎週火曜日1時間番組になりました。杞憂名古屋。いつも忘れちゃうんですよ。杞憂名古屋のですね、パーソナリティでもあります。名古屋のダンサーズさんからメールはが来ています。い、ダンサーズさん。はい。ラントさん、スタッフさん、こんにちは。こんにちは。こんにこちのは。夏にしたいことですが、キャンプになります。キャンプといっても普通のキャンプではございません。というものも、大容量のポータブル電源を購入しましたので、これを使ったキャンプをしたいと思います。このポータブル電源ですが、電子レンジが動くぐらい大容量なのです。なので家電が使えるキャンプになります。皆様、ポータブル電源をご存知でしょうか？結構ですね、メールで写真を送ってくださったんですけど、ちょっとめっちゃでかい、電子レンジが動きそうな感じの大容量のやっぱりポータブル電源ですね、これ。へえ、見てみたいな。大音、ん？こ大んぐ音ら量。いの大容量。大容量。大容量です。大容量ですね。大音量は音です ね。ことですね。しまった、危ない危ない。マスクマンさん、あ、マスク、滑り王子みたいに滑るとこでした。どうなんですか？はい。旧名古屋さんの番組、ランさん見てると思うんですが、滑り王子の滑り方はどうなんですか？名古屋では。受けてるんですか？あれは。コメントはちょっと控えさせていただきます。そういうことです絶ね。妙なね、ダンサーズさんと、はい。ニに、サニコミッはい。キーさんがですね、突っ込むんですけど、はちい。ょっと私は、ちょっともうコメントを控えさせて。だいぶ伝わりました、ラントさん。よかでございます。はい。では、今日のメールは以上ですので、コーナーを締めたいと思います。はい。以上、ラントークのコーナーでした。来週のテーマは、決まってないので、またおいおい、ツイッターで報告したいと思います。じゃあちょっと ツイッターで すいいいね、ランさん、いい、今決めちゃうのはどう？あと今日は決ね、めます。そうですね。そう、どの道ね、あと7分ぐらいあるので、お時間はが。い。もったいないでごはざい。います。決めちゃおう、ラントさん。そうですね。今、あなたが A&W に行ったら何を食べますか？ 素晴らしい。ランさん、素晴らしい。今、私の目の前に、はい。ビッグボーイっていう、男の子の人形があるんですよ。ちょっと見ます。はい。あ、見たいです、見たいです。これ、ラジオ誰のおも聞き、なかっね。たんで。そうそう。ラジオのお聞きの皆さん、ちょっと説明していきますね。おー、なるほど。なんか、ね。頭取れない。わ、取れました。頭取れました。すごい絵です。ずっと被ってるんですよ。はい。ね、ちょっとクロアチア代表のユニフォームみたいな、赤と白の洋服をお召しになられているビッグボーイくん。首がボヨヨヨヨーンってなってます。そうなんです。これを見て A&W はのハンバーガーを思い出しまわあ、す。いいね。モッツァレラバーガはい。あれ美味ー。ね。しいですね。ありがちとうなごみざいます。にはい。A&W に行くと、ルートビアを7杯ぐらい飲みます。え、ランドさん、いけるの？ルートビア。いけます。サロンパスみたいな味が大好き。ああ、そうそうそう。でも慣れたらさ、なんかすごい、なんだろう、フルーティーというか、フレーバーよね。すごい美味しい。そう僕ですもね。よくおかわりしてます。カルディっていうお店があるんですけど、はい。ここに輸入の A&W で売ってる、はい。ルートビルーア。トビアが売ってるので、ちょっとストックしてあります。うわあ、素晴らしい。ラントさん、沖縄愛。これね、沖縄大好きさん聞いたら多分嫉妬するね、これ。あと、ブルーシールも大好きです。はい。ブルーシールアイスは、最近名古屋にも店舗が
拡大してるので、結構街中でブルーシールは見るんで、よく頼ええー、む。地元にあるとかですか？それとも名古屋名古で屋見市たりです内が多いんですけど、なるほど。名古屋市内か。駅近とかにあっうたり、んうん。イオンとかの中にあったり。ええー、すごい。そこでも沖縄を感じられるんですね。ちなみに、ランツさん、その T シャツとか見たことあります？ブルーシールの。あります。グッズも売ってるので、名古屋の。ああ、なんか最近ね、オリオンビールのなんか白い T シャツが爆発的に売れてるんですが、可愛いですか？あれ、どんな感じですか？オランリオツンさん。ビールはかわうん。いいであ、可愛いですか？あれが A&W だと？す。かわいいです。あ、ありあら。ますよ。A&W の T ね。シャツ。とか、あと、ブルーシールも？あります。かわいい？かわいいです。あ、かでわも、いい。自分うん。はうん。来たことないです。ああ。でじもね、ゃあ、うん。A&W の、クマさんが好きです。ルーティー。でかいやつ。茶で色かの。いチェーンの。なんだ、ルートベアだったかな、なんかそんな感じだったような気ルーがする。ティーです。ルルーーティー。ティ、ルーティ。おー、俺が名前間違っちゃった。ランさんよく知ってますね。じゃあ、来週のそのテーマは、その A&W に行ったら何を注文しますか。大体これはもう想像でもいいんですよね。もし行ったなら。売ったなら、ですよね。これは食べたい、見たいですってもいいしですし、沖縄県民の人が、もしメールをくださるなら、私はこれを絶対に頼みますっていうのを教えてください。あ、いいですね。これはちょっと本当にいいテーマです。僕もちょっと沖縄の人も送りやすいと思います。なのねで、先ほど冒頭で、え。はい。うん。お話ししたメールアドレスにメールをお待ちしております。よろしくお願いします。お願いします。以上、ラントークのコーナーでした。はい。はい。さあ、残り時間がいよいよあと3分少々となってまいりました。ランツさはい。あん。うん。とですね、今日もう一つちょっと紹介したいものがありまして、はいはい。ですね、目の前にあるんですよ。先ほど冒頭でお話をしたレゴ関係になってしまうんですけど、レはい、どうぞ。ゴにですね、毎回必ず、かわいいちっちゃいフィギュアがついているんですね。それをですね、ミニフィグって言うんですね。でですね、私の目の前に、これディズニーのミニフィグになるんですけど、おお。ディズニーうん。ディがズ今ニー100の。周年なので、はい。記念のこういうフィギュアみたいなのがついてたり、あとですね、キーホルダーになってるのがありまして、私のお気に入りはですね、こちらです。すごい、キーホルダーもある。はい、こちらです。こっちがですね、スター・ウォーズのハン・ソロ。うん。ハリソン・フォードの役、ハン・ソロ。はい。あと、チューバッカ。お、チューバッカ。そうですね、あと、ですね、これです。バットマンです。一番の。すごい、いろいろある。はい、レゴって結構、ハリー・ポッターだったり、ディズニーだったり、こういう、マーベルだったりとか売ってて、フィギュアも1ヶ月に1回ずつ新しくなって、新商品が出てくるので、こういうのを集めています。今。わあ、めちゃめちゃバットマンかわいい。かわいいですよね。かこわれが、いい。この羽の部分が、うん。うん。お店によって、ちょっと紙だったり、これプラスチックなんですけど、はい。いお店の人におすすめされて買いました。やー、レゴも進化してるんですね、ラントさん。はい。あと、愛知県の名古屋市にレゴランドがあって、自分でこうやってカスタマイズできて、フィギュアが作れるんですよ、ちっちゃい。自分で作れちゃうの？これ、すごい。頭と体と足と、この持ってるおもちゃみたいなのが選べるんですね。素晴らしい。で、はい。ですね、レゴランドに行くと、キャストさんとこのフィギュアが交換できるんですね、自分の作ったのが。そんな交流の場にもなってるんだ。すごいな。で、はい。自分が作ったフィギュアと、これ、キャストさんのフィギュアを実は交換したんです。6月に行ったので、ちょうど傘の時期なので、
ちゃんとこれフィギュアが限定の傘を持ってるんです。最いいで近すのね。おすすめなので、ちゃんとですね、これ実は分解バラバラになるの。頭がこうなってて。さあ、そんな感じですが、ランさん、いよいよラスト30秒となりました。早いもんです。巻いていきますか。また、来週はですね、16日の放送になります。もうすぐですね、子供の方たちが夏休みに会えるので、家の周りに子供がたくさんいるので騒がしくなると思いますが、なんとは元気よく配信を子供に負けないようにしていきたいと思います。今週も皆さんお相手ありがとうございました。なんとのこのラジオ知らんと、MC は愛知県在住 FM ゲノワンリスナーのラントと、キラキラ、アッキーラでした。また来週、さようなら。バイチ暗い。ャー。今日は暗いぞ、私。お疲れ様でした。なんとさん、バッチリです。じゃあ、こっちをこれ提切っ出。ちゃうとまた。